植木道彦は、福岡県北九州市出身の元ボートレーサー。現在は、一般財団法人ボートレース振興会、ボートレースアンバサダー。福岡県立小倉商業高等学校2年時に、中退。当時は、野球部に所属。その後、全国モーターボート競争会連合会、元巣研修所に入所。1986年福岡協定場でデビュー。 1989年選手生活3年目の1月16日、気流協定場でのレース中に転覆した際、後続艇のプロペラで顔面を切り刻まれ、全治5ヶ月、傷の縫合に75針を要する重傷を負う。半年後、レースに復帰するが、負傷した協定場での復帰を避ける選手が、ほとんどの中で、父親の心源や自身を奮い立たせる意味を込め、 復帰戦の場として、気流を選んだ。この経緯から、不死鳥の異名が植木に与えられることとなり、1990年代、後半に放映された協定のテレビコマーシャルでも、平成の不死鳥、植木道彦というナレーション、テロップで紹介された。1990年から津協定場で開催された、シニエリーグ戦で、初優勝を飾る。 1992年福岡協定場で開催された地区選手権競争で初の GI 優勝。1993年戸田協定場で開催された第28回総理大臣杯競争で SG 初優で初優勝。SG 優勝戦でモンキーターンを使い勝利したのは停止発。この優勝戦にモンキーターンの創始者。 飯い高市も進出。1994年小島協定場のモーターボート記念競争で、優うで2着。続く、床滑協定場で、開催の全日本モーターボート選手権競争で、優勝。年末の賞金王決定戦に進出し、赤敗するも初の年間賞金王となる。1995年年末、住之井協定場で開催された第10回。 賞金王決定戦。このレースは、停止に残る死闘として今なお語り継がれる、名勝負である。植木は5号帝から奇襲の2コース侵入。1マークまくりを放つが中道が受け止め、2マーク中道が流れ植木が差し返す、ターンマークの度に戦闘が入れ替わる死闘を演じ、2人は、並走でゴール、わずかの差で植木が、賞金王を制する。1996年、 オーシャンカップ競争、モーターボート記念競争、全日本選手権競争で、ゆうで3着。年末、賞金王決定戦は、戸田協定場で開催、トライアル初日、中道のまくりに、植木が抵抗し大競り、植木は3着、中道は6着。トライアル2日目は別々のレースでともまくり1着。トライアル最終日、中道が1着、植木は3着。 中道、植木どっちが勝っても初の2億円レーサーが誕生する決定戦、2号艇中道が3コース、4号艇植木が4コースでセンターに並んで侵入、植木が内側を一気にまくって決着。公営競技発の年間獲得賞金2億円レーサーとなり、そのニュースは翌日のデイリースポーツの表一面を大きく飾った。 1997年トコナメ協定場で、開催の笹川賞競争で、優勝、5年連続 SG 優勝を達成。夏、地元若松協定場でのモーターボート記念競争は、ゆうで2着。1998年丸亀協定場の、総理大臣杯、宮島協定場のグランドチャンピオン決定戦で、ゆうで、賞金王決定戦に出場の順位戦止まり。 1999年小島協定場の総理大臣杯とモーターボート記念競争で、優で。年末、賞金王決定戦は得点トップで、優でも大外侵入になり展開なく。2000年、宮島協定場のオーシャンカップ競争、優勝戦、植木は、大外6コースからまくり差し戦闘に出るが、2周1、マーク手前で、島川光雄と、大競りとなり、 西島が割り刺して2着。2001年から津協定場で開催された第11回、グランドチャンピオン決定戦競争で、優出で、2コースからまくりを決めて4年ぶりの SG 優勝。2002年は松津協定場のオーシャンカップ競争を、イン逃げで優勝。11月津協定場の協定王チャレンジカップも、イン逃げで優勝。さらに、 住の絵協定場で開催された第17回、賞金王決定戦も4コースからまくって、優勝、6年ぶり3度目の賞金王に輝く。自身初の SG 連覇を記録。年間 SG 参照、賞金王決定戦参照、10年、連続賞金王決定戦、出場、9年連続の獲得賞金1億円は、史上1位タイ。 年間獲得賞金2億8418万4000円は、定回及び公営競技最高記録。2003年協定王チャレンジカップ競争まで、SG u ではなく、賞金王連続出場記録は途切れる。年末には、賞金王シリーズ戦に初出場し優出を3着。2004年福岡協定場の全日本、選手権競争で、優出2着。 賞金王決定戦はトライアルを得点トップ、決定戦を1号艇で迎えるが、1マーク振り込んで終戦。2005年とこなめ協定場の笹川賞競争で、インから逃げて2年半ぶりの SG 優勝、SG23 優勝回数が10回の大台に到達。グランドスラムを掛け地元若松のモーターボート、記念競争で得点トップで、準優でも結果は3着。 年末、賞金王決定戦に出場も負傷でき強。2006年天笠崎協定場で開催された、協定ニュース杯で優勝し、通算1500勝を達成。丸亀協定場で開催された、協定王チャレンジカップ競争で、ゆうで、賞金王決定戦出場に2着条件であったが3着。 2007年年始山ヶ崎協定場で開催された周年記念競争。近松賞で、ゆ出で3着。2007年 SG 初戦。総理大臣杯直前に三国協定場で開催された周年記念競争。北陸帝王決戦で、同じくゆ出で3着と、昨年秋から続くそこそこの好調ぶりを見せ、総理大臣杯へと臨んだ。 平和島協定場での SG 第42回、総理大臣杯、SG では珍しく超抜けモーターを手にした植木の、豪快なイン逃げで誰もめくることができなかったため、平和島協定場審判家、松永良一アナに、上、キングという愛称を名付けられ、予選トップ通過、準優を見事なイン逃げで、優導を果たすが一号艇で出走した、同大会優勝戦にて、 インスタートからわずかコンマ01ではあるが早くスタートしてしまい、通根のフライング変換欠場。売上げの9割以上に当たる17億4522万7700円という、東日本の協定上としては最高額となる、記録的な変換額となった。このフライングにより、植木は、今後1年間賞金を決定戦競争を除く。 すべての SG への出場資格を失い、予定されていた住の江での SG 笹川賞競争の出場、初日ドリーム戦出走も取り消されることとなった。また、植木は、フライング休み明けの2007年6月15日からも、GI には、規定に基づき、フライング休み消化後6ヶ月間選出除外となることが決まり、同年末に、 福岡で行われる初の地元開催となる賞金王決定戦競争への出場が実質的に閉ざされた。その後、地元の2つの周年記念競争に出場し F 休みに入る。休み明けの復帰戦はくしくも平和島協定場でのサントリーカップであった。レースは好調ではなかったが、しっかりと優勢を果たした。平和島での復帰後、 次に出場したナルト協定場での一般開催、ヤクルト杯競争では、時点で、優うでならず、最終日18日の第10レース、渦潮選抜戦で1号艇から、イン逃げを決め一着。結果的にこのレースが、現役最後のレースとなった。ナルト協定場の一般開催終了後、翌7月19日に、突然の引退を発表する。翌7月20日、 東京都港区のホテルパシフィック東京で行われた永年功労者祝賀会にて現役金属20年の表彰を受けた後同ホテルにて引退会見を行い正式に現役引退を表明した会見の中で植木は今回の引退は桐流での事故の後これからどうしようかと考えた時に桐流の皆さんそしてお世話になった皆さんのためにも20年間 命をかけて走ろうと決心しました。そしてその20年が来ました、と語った。通算成績は4500総1562勝、勝率7.58、優勝74回、生涯獲得賞金は22億6184万2369円2008年4月より、一般財団法人日本モーターボート競争会の、理事職につき現在は、 執行役員、協定選手育成機関である山と学校を担当していたが、自身のブログにおいて2012年4月1日付で山と学校校長に就任したことを発表している。また、2017年4月付で山と学校担当から特命担当に変更。その後、2018年6月からボートレース振興会のボートレースアンバサダーを務める。 そのため、選手引退後の現在でも、協定関係者の立場にある。このことから、モーターボート競争法の規則上予想行為や、勝ち船投票権の購入が許されず、また、それゆえ直接的なレースの結果予想を言及する、ことはできない立場にあるものの、ボートレース関連のネット配信番組では、自身のレース経験に基づいた一周一マークの、 工房などの展開の推理を行い、その読みの鋭さで視聴者から好評を得ている。2008年、大村協定場が設ける、ボートレース伝道入りを果たした。2008年11月16日若松、協定場内に、フェニックスホール、植木道彦記念館マイナスがオープンした。また、2009年3月11日から、若松協定場で新鋭リーグ戦。 植木道彦フェニックスカップが開催されている。SGGI 開催時のテレビ中継解説に加え、ボートレースアンバサダーの立場から、口述の通りに2019年頃より、ボートレース関連のネット配信番組への出演を増やしている。10勝23勝、植木道彦、著、水にマウフ市長。 帝王の20年現書房2008年9月 ISBN978 から4から863290082。ありがとうございます。